では女子サッカー日本代表対韓国をリアルタイム編集で見ていきましょうかね。事前の動画でも触れたけど、やっぱりガラガラだな。試合後も見れる内容にしたのでエンド画面から続けてみてくれ。試合始まればもう少し入るとは思うけど、2万人届かないどころかこれは1万人いるのだろうか。いて1万5000人かな。この雰囲気どうですか、が虚しいな。いやもうそこあえて触れてくるなや。鮫島さんも困ってるやんけ。まあもうとにかく今は勝ち続けるしかないな。地道にやっていくしかない。ポエム始まった。地上波って必ずポエム VTR 流すよな。サッカーと雰囲気がまるで合ってないんよ。まあ富士よりはマシだから。あれ作ってる側も恥ずかしくなってこないのかな。さあ選手入場。怪我しないようにね。韓国戦はとにかくそこが心配。というかそこしか心配がないという。さっきよりはもう少し入ってきたな。それでも。いや、やめておこう。国立は空席目立たないようになってるけど、そこだけは評価できるのかもね。それもなんか悲しいけどな。前半キックオフ。今回は佐々木のりお代行監督、そして内田篤人コーチってのも注目ね。まだ監督決まってないんだよな。また新しい代表がスタートしていくが、監督が決まらないままってのも難しさがあるもののいい試合でスタートを切りたいな。立ち上がりの感じを見ても韓国はやっぱりかなりやる気あるわね。男子もだけど特に女子の低迷も目立つし、韓国にとっても重要な試合。だからこそ怪我が怖くてですね。でもサポーターは多くはないけど応援聞こえるわね。ありがたいわ。本当だな。それに6分だけどお互いに強度が高くていい練習になりそうだ。8分、フリーキックのリスタートから北川が抜け出して右足クロス。右足でもこの精度はすごいな。ゴールキックはロタ。ルール勝手に変えんなや。何をどうしたら今のがゴールキックになるのかわからないのマジで草。練習試合だから笑い話だけどさ、これ大会だったらたまったもんじゃないよな。しっかりしてほしい。コーナーになるはずがゴールキックでは全く違うもんね。これが日本ファーストシュートかな。12分。田中のミドルシュート。危ねえ。日本女子代表ってこういうの本当に多いわよね。ディフェンスラインで無理にでも繋ごうとしてミスする。ある程度繋ぎたいのはわかるんだけど、明らかに無理なシーンでもそうするんだよな。立ち上がり致命的なミスはあったけど、それを除けばいい攻撃も見られるし、悪くないスタートね。だな。これを続けていけば得点も生まれるだろうし、自滅だけしないようにしたいな。せっかくいい攻撃できてもミスで失点するのはアホらしすぎる。ちょっと熊谷が気になるかな。さっきのミスもだし、20分のバックパスも。威力強すぎて危ない。山下がうまく処理してくれたけど、あれだけ強く蹴られるとキーパー処理に困るんだよな。細かいとこだけど、自分もディフェンスやってたからかなり気になる。バックパスは強すぎても弱すぎてもダメだからね。実はバックパスって難しいんだよな。そして22分田中のミドルシュート。積極的でいいな。コーナーぎこちないけど何かやろうとしてるのは見えるわね。これを続ければ武器になりそう。最初からなかなかうまくいくことないからな。続けていくことが大事だ。30分、ワンタッチで崩して最後せいけ。惜しかったなぁ。てかよくここ打ち抜いたわね。振り早いよな。迷いがない。てか鮫島さんアナウンサーみたいな話し方するわね。うますぎないか？そしてコーナーから北川が先制点。内田コーチニッコニコだろうな。この表情、クールに見せといて内心ニッコニコのやつ？さっきからコーナーでいろんなパターンで中動いてたし、韓国混乱してるだろうな。そして今度は左サイドから最後藤野の、早いプレッシャーから奪って、この試合立ち上がりからずっといいわよね。予想してたより日本かなりいいな。それと予想以上に日韓で差がある。男子でも感じるけど、どうにも韓国って最近覇気がないわよね。気持ちとかそういう面では昔は韓国のが上だったんだけど、今は。って、3点目。田中は集中してたな。田中もずっと積極的だったし当然のゴールだな。これ歴史的圧勝あるんじゃね？いやマジでそのくらいの試合してると思う。ただ当然練習試合だからな。選手交代とかも多くするだろうからそこら辺は影響しそうだが。今ってこんなに差があるのね。若干日本が上かな？と思ってたけどこれは明らかに強豪と隠したくらい差がある。立ち上がりこそ韓国が日本陣内に来たけど、それ以降はもうずっと日本だもんな。正直な話をすると、あまりこの試合期待してなかったのよね。いい意味でそれは裏切られた。面白い試合してくれてる。ただ40分、センターバックからの縦パスが中央で奪われて危険だった。こういうシーンだよな。日本代表の問題点。この試合は失点するとしたらこういうミスくらいだろうし。ふと思ったんだけどさ、これ岩清水さんと鮫島さんだけで実況解説いけるんじゃ。それは私も思ったけども。ディフェンスもすごくいい対応してるわよね。本当にミスだけ。それ以外は完璧に近いんじゃないかしら。もう45分か。
あっという間だな。やってるサッカーが男子代表のと似てるよな。めちゃくちゃ面白いわ。やっぱり積極的なプレイってのはいいわね。失ってからのプレスも早いし。さあ前半終了。3-0日本リードで折り返し。細かいところで気になるところはあったけど、攻守両面で完璧に近い前半だったんじゃないだろうか。ここまで圧倒すると思わんかったわ。消極的なプレイもなく積極的だし、見てて面白いサッカー。こういう試合を続けていけばサポーターも増えるだろうし、強くもなっていくだろうな。後半もまた選手交代含めて楽しみだ。さて、同じ女子サッカーで今 U17 女子ワールドカップが開催されていて、日本は次にイングランドとやる。この試合も同じくリアルタイム編集で試合直後に投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想を聞かせてくれ。しかし問題は韓国よねこれ。どうしちゃったんだ？ってくらい弱いし覇気もない。フィジカルコンタクトの部分でも負けてるしでこれは深刻だわ。U17 でも大敗して敗退してるしで女子も悲惨な状況だな。なんだろうねこれ。弱体化ってレベルじゃない。実際に直接対決するとその深刻さがよくわかる。相手にならないもんな。韓国はこれ相当ショッキングだろう。いやー、こんなに気分爽快な試合をしてくれるとはねー。後半グダグダになる可能性もあるけど、いい試合見せてもらってるわ。日本代表は3人交代。さあ後半キックオフ。当然韓国はこのままで終われないでしょうから攻撃的に来るはず。そのスペース使いたいわね。谷川来たな。楽しみだ。やっぱりミス。ナイスキーパーだけど前半からこれなー。特に立ち上がり来るのは分かってるはずだからな。状況を考えたプレイが必要。いやー素晴らしい。10分。右からのグラウンダークロスに谷川。全部が完璧。マジで全部が完璧だな。シュートも上手すぎだし、やっぱり谷川って持ってるよな。持ってるというか単純に実力よね。いやー気持ちいいゴールだわ。5点は普通にいきそうだけど、ここまで来たら最近話題になった7点いきたいね。サッカーは点が入らないスポーツ。マジで最近感覚おかしくなってくるよ。5点だの7点だの。私が知ってるサッカーじゃない。いやーこれさ、韓国大失敗でしょうね。日本戦勝って今の不満をなくそうとしたのに、これでは逆効果。えらいことになるぞ。まず日本に負けるなんてことはあってはならないし、ましてや大敗なんて。すでにもうこれ歴史的大敗よね。どうせ大敗なら7点がいい。選手交代もあってちょっとズレが日本も出てきたな。20分というところで今は韓国の時間。前半からだけど韓国が攻撃の形を作ってるというよりはミスからなのよね。これは変わらず課題だわ。それ以外はすごくいいだけにちょっともったいないよな。中盤は全員交代したし、やっぱりグダグダ感はどうしても出てきてしまうわね。まず5点目はなぜかノルマ感あるしそこ目指しましょう。男子日本代表のおかげで5点はノルマみたいになってるよな。サッカーで5点がノルマとか普通は達成不可能だからね。前半から思ったけど、これ実況大変だな。岩清水さんと鮫島さんだけで完結してしまうし、より深い話できるからな。この二人だけでやらせたら面白そうだわ。30分。日本もグダグダ感はあるけど、韓国もまた抑え込まれてきたな。森谷交代。えげつない運動量だったな。北側もだけど両サイドバックえげつない運動量だよな。内田に言われてるんだろうか。両サイドバックこれだけ上がってこられると韓国としてはサイドがなかなか前に行けないものね。後半は選手交代の影響もあって中央攻撃が減ってしまったな。サイドが多くなってる。長谷川とか攻撃の軸というか組み立てる選手がいなくなってサイドにロングボールとかが増えてる印象。悪くはないんだけどちょっと物足りないかな。中盤全員交代して、それで中央から攻撃組み立てるってのも難しいからな。ちょっと守備もこれまでほどの連携したものがない。前半なんかは素早く奪い返してそこからまた波状攻撃になってたもんね。北川うめえ。てかそもそもここにプレッシャーかけに来てる時点ですごいんよそこからして。この試合はセットプレイに可能性を感じるな。内田コーチドアップやめろ。ウッチーの反応がまた面白いわ。去年だったかダゾーンの番組で内田がコーナーを熱く語ってるのがあったんだが、相当セットプレイに思い入れというか熱があるんだろうな。サイドバックがセットプレイに熱いってのもなんか不思議な気もするけどね。オフェンスとかセンターバックならわかるけどサイドバックってあまりピンとこない。てかもうアディショナルタイム。ちょっと後半は選手交代でグダグダ感が出たり、細かいミス。って、谷川これ決めたらスーパーゴールだった。これミートさせるの化け物だろ。フォワードでもできんぞこれ。この選手、トップでもやれそうだよな。割とマジで。サイズとか考えると中央ならどこでもできそう。この試合はミスについては相変わらず問題だけど全体通して完勝と言えるし、素晴らしい試合だったな。いいスタートを切れたんじゃないだろうか。あとは無失点で終えたいわね。
目安の4分は過ぎたけど倒れてた時間もあるからもう少し時間は取るはず。そして試合終了。4-0解消だな。ミスもあったけどこれから良くなっていくと信じて。面白い試合だった。U17 女子ワールドカップ日本対イングランドも同じくリアルタイム編集で試合直後に投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想など聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。